ハロー、ニメ、ハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第7回配信を撮っていきたいと思いますが、とりあえずこの位置に来ております。地図がね、なんだろう、今回っていうかここに来てからだと思うんだけど、地図がねちょっとずつ埋まっていくんだよね。これちょっと楽しくない？こういうの好き。やっぱ行った場所だけ埋まっていくみたいなのがね楽しいね。まあとはいえこの右のナビマップはみんな見えちゃってんだけどね。さて、クラウドマッシュルーム、また不思議な場所ですね、ここは。あれ、向こうになんか町みたいなのが見えない？違うかな。で、とりあえずマッシュルームを取ります。1個だけでいいんだ。あ、なんか意外とシンプルなクエストだった。じゃあついでにこの奥のこれ、湧き水のクリスタル、どっち？でこれ、こっちじゃないね。戻らなきゃいかないか。よいしょ。いかにこう敵をね避けていくかっていうね。あ、でもかっこいいねここ。もうなんかあれだもん。なんか怒りそうだもん。なんでもないんだろうけど。あ、結構遠いぞ。湧き水のクリスタル。ダメかー。ギリを走ればいけるかと。ここですね。わー、ヘルプヘルプ。なんか曲が危険そうな感じがするんだけど大丈夫かな。ここのなんかすごい戦闘が起こるよみたいな空気を感じさせる。ささっとこう話を聞いていこう。あ、オノロワさん、浮島にこんな水場があるなんて驚きです。はい、エマネラさん、ここがビールシアンシランだな。なるほど、でっけえ水たまりだ。しかしバヌバヌ族の姿はどこにもないな。つまんねえの。そうだ相棒、どっちがでっかい湧き水のクリスタルを手に入れてこれるか競争しようぜ。審判はオノロワがやってくれ。湧き水のクリスタルを手に入れてオノロワに渡すんだ。じゃ競争開始。ここ大丈夫？いやでも天気がいいと本当にいいね、空がいいね。でそれどころじゃないんだよね。湧き水のクリスタルがなんだろう、いくつかあるってことなの？あ、割と浅瀬なんだ。とかでジャブってこう沈みそうな気がしてたけどそうでもない。この中にある。上？
めっちゃ強そうな敵ばっかりなんだけど大丈夫かね。未開の土地にどんどん足を踏み入れていく。あるじゃん、めっちゃあるじゃん。これか、湧き水のクリスタル。このクリスタルからさほど水が湧き出していない。水属性の力が弱すぎるよ。まあ順番に見ていこう。多分これも弱いんだろうね。弱すぎ。でも上矢印マークとかもないし、多分この近辺なのは間違いなさそう。で順番に見ておこうか。これ結構大きくない？このクリスタルどうじゃ。ダメか。え、これ一回調べたところオフにならないの？これはめんどくさいぞ。多分あっちも調べてないよね。多分これも違いそうな気がするけど。あ、これか。泉のようにクリスタルから水が湧き出している。強い水属性の力を帯びているようだ。一個でいい。よかった。じゃあ戻ろうか。そうだね、ちょっともう未知の場所に来すぎてるから戻ろう。もうマウントが遅い。ワープにしちゃおうかな、どうしようかな。まあ、とりあえず競争ということで。あれ？いないぞ。オノロワさんしかいないぞ。ジェリーフィッシュ様、湧き水のクリスタルは見つかりましたか？あったんだけど。これが湧き水のクリスタルですか。水属性の力の作用で空気中の水分を水に変換するのですね。なんかこれね、あの H2O をあの H2 と O2 に変えるみたいなのの逆。なるほど、これはすごいです。はい。さあ、クエスト報告したけど、お、このイラストは雲海より現れし者ビール・シアンシランのオノロワは辺りを気にしているようだ。受注。それにしてもエマネナン様は遅いですね。まだ水場の方におられるのでしょうか。ちょっと心配なので一緒に探してくれませんか。後ほどここで合流しましょう。
それではよろしくお願いしますです。はい、というわけで水場を再度探すということですね。エマネラン君はなかなか手間をかけさせてくれますね。今度でも場所がはっきりしてるのかな。あ、もう場所がはっきりしてるね。さっきのクリスタルを探せばちょっと場所が広すぎたね。さてさて、フェイトに入っちゃったけど、ちょっと今置いとこう。そう、じゃあ指定地点までやってきました。大丈夫かな。エマネラの姿は見当たらない。え、あ、順番に探していく。了解了解。どんどんこう未知の領域に追いやられていく感じがあるな。さあ、では今度は、この二つ目の指定地点に。エマネラン君は一体どこへ。大変です、ジェリーフィッシュ様。エマネラン様が大変なんです。たくさんのバヌマヌ族に取り囲まれて、奴らの集落に連れ去られてしまったのです。はい、とにかく一緒に来てください。しかし一緒に行ってどこあ、しかしこのレベル50の敵がうようよしとる中さ、オノロワ君はよく無事だよね。あんなちっちゃくて戦えそうにないのに。え、なにこれ、トーテム的な。この辺、オノロワ君、おっと、バトルを開始します。まあ、またあの死んだらもう一回やります。暗くなるまで様子を見たはいいのですが、バヌバヌ族が動く気配はありませんね。それどころか、見てください、万兵が警戒しています。ジェリーフィッシュ様、僕はローズハウスに戻ってラニエット様に救援を要請してきますです。はい、助けが来るまでの間に、もしこの妖影に紛れて忍び込めるチャンスがあったら、どうかエマデラン様を助けてあげてください。あんな方ですが、僕みたいな従者にも優しくしてくれる、心根の優しい方なんです。はい、どうかよろしくお願いします。
え、これ時間制限ありだね。え、忍び込めるチャンスも何もだ。奥だよね。チャンスないよね、これ。あー、やっぱりか。じゃあ行こっか。これ入り口やべえ。どこにいる？いらん戦闘はしたくないんだけどさ。こっちは関係ないかな。あ、でもこっちにも行ける。ダメか、裏道的なものもない。しまった。あ、ここしかも騎乗できない。しまったな。カモン。この曲ちょっと好きだな。これひょっとして本当は忍び込まにゃいかんという可能性。これ何？忍び込むもないよね。道がそんなにないよね。俺なんか食ってもうまくないって。シャミこっちで早く。どこだ、どっちだ。そこか。偉大なるブンドに逆らう愚か者め。縄をほどく。縄を早くほどくんだ。どんだけ時間かかったね、縄をほどくのに。長老があそこに。助かったぜ。に、逃げるが勝ちってな。なんと、ゲイラキャットでアホな生贄が逃げ出そうとしてるじゃないか。もともと出会い。どこ？この、ああ、あいつだか。
そして、エマネの護衛室脱出。どうだ、敵が現れたが、今やってくる2体だな。あっ、いらんの拾っちゃった、バカバカ。うわー、ちょっと待って、エマネランが、エマネランが、あ、ホルスマンだ。やばい、これは胸アツですよ。何やっとんねんお前は。後ろから現れる可能性が。うわ、ちょっと待ってよ。エマネラ君を守ることに専念した方がいい。これ入れとこう。ご無事でしたか、どうぞこちらへ。あ、じゃあ大丈夫。あ、なんかついてきてる。コンプリート。途中ちょっとエマネラ君 HP 半分ぐらいになってたね。また増援か。バヌバヌ治める偉大な分土の王さ、このホルバヌは湧き立つ雲のように怒りに満ちている。ホルバヌを怒らせる地の底を歩く者たちは泡立つ雲の神に捧げなければならない。来たりませ白き神。白き神、白き神、大いなる運神ビスマルク。運神だと、新たなる蛮神だというのか。確かにここは逃げるが勝ちか。どうなってやがるんだ。えい、突っ込むぞ。了解。
急げ、離脱する。ここぞという時に来てくれるシドさんですよ。いやー、かっこいいね。ピンチの時に来る、これがいい男ってやつですね。ちょっとシドさんに話す前に話だけ聞いとこうか。エマネナンさん、ビビってなんかねえからな。ましてやちびってるわけでもねえ。本当だぞ。そう、あえてそんなこと言われるとあれって、ひょっとしてって思っちゃうね。ボルシュワンさん、ありがとう。お前が無事でよかったぞ、トモよ。今はただ生きている喜びを分かち合おうではないか。いつも熱いね、オルシャンさんは。じゃあシドさんに報告を。やれやれ、どうなることかと思ったが、無事で何よりだぜ。おっと、礼なんかよしてくれよ。俺たちは仲間だろ。実はイシュガルド教皇庁から飛空艇技術の顧問を頼まれてな。連中が作った大型飛空艇プロテクトゥール号の問題を解決する手伝いのために来たんだ。そしたらお前も来てるって言うじゃないか。おまけにお前の仲間が十字に捕まったと聞いてな、慌ててエンタープライズに飛び乗ったってわけさ。さてと、俺は大型飛空艇とやらの様子を見てくるとするかな。少しは仕事をして社に金を入れろって部下に怒られてるんだ。コンプリート。なるほど、雲海から現れしものとはあのビスマルクさんですね。私あの事前にマメとビスマルクさんを持っていたので、あ、先に知ってしまっていますが、まあ白いクジラとかそんな感じなのかな。じゃあどうしようかな。エマネさんに話をするとこまでで終わっとこうかな。でエマネさんに話をして、レベル50を消すと困ったやつの称え方。キャンプクラウドトップのエマネランはなぜか期待に胸を膨らませている。どうしました。いやー、参ったねこりゃ。さすがの俺も死ぬかと思ったぜ。しかし俺様の活躍があったからこそ新たな蛮神の脅威を発見できたんだ。こいつはお手柄と言っても過言じゃねえだろ。よし、ラニエットに報告しようぜ。きっとすんごい褒められるんだろうな。絶対違うと思うんだよねこれ。じゃあ今回ここまでにしとこうかなね。エマネランさん、ひょっとしてちびっちゃってるかもしれない、かわいそうな感じですが。では第7回かな、第7回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はまあこれの続きを受けていくところからかな。では失礼します。